こんにちは、水谷瑞希です。 in 荒木工房さんということで、今からおやつタイムです。トロロッタッタッタッ、今日のおやつはアラカンパーニュっていう、私大好きなんですけど、洋菓子屋さんで買いました。カンパーニュでございます。カンパーニュってなんかフランス語で田舎のっていう意味という噂がありました。開けていいですか？どうぞ。これ可愛いですよね、このパッケージがね。ね、アラカンさんのね、いろんなセンスが大好きで、可愛くて。皆さん知ってます？これ、どこ、神戸のね、そうだったかな。どこだっけ？池袋で買いましたね。今日は池袋なんですけど、フリーフローランチさんからほど近い、ほど近いところ、ほど近いところにありましたね。そうなんです。ほど近いところで、ね、なんかランチがうまそうだったな。美味しそう、ね、ラーメン食べた後とかちょっとお兄さんを不覚にも、はい、また寄り道しちゃうところになって、スパゲティを食べようと、食べようとちょっといいなと。いいですね、ランチメニュー結構美味しそうでしたね。でもランチも美味しいんですけど、ここは何と言っても洋菓子です。であとフルーツのタルトがね、うまそうだったね。美味しそうだったですよね。ちょっとビデオ回したかったもん。そうですね、ちゃんとお店に交渉ちょっと今度してみましょう、うん、ね、私もなんかすごい来たそれさ、はいそれさとか言いそうになっちゃったけど、あ、なるほど、こうなって、お、は、うん、はい、カンパーニュさん出てまいります。こんな感じです。かわいいでしょ。かわいいね。ね、かわいくて、まあ、シュークリームではなくて上がなんかダークワーズに近いのかな。なんかキノコみたい。あ、そうですね、うん、キノコ。でも名前はね、これカンパーニュっていうんですよ、うん、これを今日は試食したいと思います。イエーイ。じゃあまず食べていいですか？あ、どうぞどうぞ、召し上がってください。いただきます。一番違います。いや、美味しそう。ではいただきます。甘いもの食べるときってなんでこんな幸せな気分になるんでしょうね。皆さんも食べてます？美味しいコーヒーとともに。今日はお水ですけど、いや、甘いものってね、本当にね、世界を僕で救うと思うわ。なんで水なんだよね、水木ちゃん。お兄さんみたいにこう透明のレモンティーをこう、その流行りのこうね、透明のレモンティー、水木ちゃんをこうやって隠す、ここにちょうど映ってますけどすごいね、透明のレモンティーがある、ね、流行ってるんですって。その流行りに敏感のお兄さんを買ってみました。美味しいですか？なあ、水飲んでるみたいなのに。水なの？水なのに、見た目は水なのに、うん、お茶の味がして甘いです。だからそこのね、ギャップが面白くて売れてるらしいですよ、うん、ね、やっぱり人ってこう視覚的にこう見たイメージで、でもなんか怪しいよね。怪しいとか紅茶の味がするのに水なんだもん、うん、透明なの。なんで透明なんでしょうね。もうそれはあの企業さんに聞いてみてください。このパッケージを取ったら、はい、ただのメガルボタンしか見えないので、ね、確かに。でも飲んだら紅茶、うん、紅茶、こっちはカンパン、それカンパンにね、見ました、カンパン。はい、で食べてみます。いただきます。本当かわいいな、かわいい、かわ、それ切れないから上だけ食べるんじゃないの？違うの、切るの、どうしたの？ハンバーガーみたいに上と下一緒に食べたくないの？あ、でもね、切るのちょっと難しい、うん、あ、でもいけるわ。あ、崩れるけど、あ、なんか、クリームは私のイメージで稲穂に近い気がする。稲穂な、うん、生地は洋風ナボナ、ナボナもちょっと上品な感じ。ナボナも美味しいよね。ナボナもね、美味しいナボナ、ナボナも美味しいですけどあれはでもほら、和菓子はあの、もともと和菓子屋さんを作った、和菓子屋さんは洋風菓子を作った。そうですよね、うん、あれは洋菓子屋さんが作った洋菓子風ナボナ洋菓子風ナボナ、うん、でもあのカスタードが軽くて美味しい。こうきっと生クリームがたっぷり入ってるんだろうな。あのカスタード美味しい、軽い。これカスタード苦手な人ってこうデロンとした重い感じが苦手とか言うと、うん、多分ね、苦手な人もこれだったら食べれる気がする。なるほど、軽い。そして
しっかりバニラビール。おいしい。なんかこう食レポにいつもなってない気がするんだけど。一応あでもだから生地的な感じはなんか結構だからさっくりふわっと、うん、ナモナが。ナモナが出てきちゃうところでなんかもう分かりにくいあ、そのままいったんですね。シュークリームじゃない、シュークリームじゃない。だってナモナっぽいけどでしょでしょ、ナモナより全然しっとりして、ナモナはなんかどっちかと乾燥菓子で、シュークリームがこれ生クリームかなんかカスタードと生クリームが多分混ざってて、うん、軽いですよね。軽い。美味しい。で砂糖が上にまぶしちゃって。白い砂糖。うん、いやー美味しいよこれは。乾杯。これ私あの前も好きで、うん、心根テレビの撮影ドライブした時に、うん、夜買った気がした。今思い出した。あそう。で車の中で食べましたけど、車の中で食べると、うん、もうとにかくこぼしちゃいけないことで頭いっぱいで意外と味を覚えてない。美味しい。ね、ゆっくり食べると。俺もなんか言葉少なくなってきたけど、うん、軽いね。うん。そうですね。これが好きな人は、うん、絶対ナボナも好き。うん。そうかも。なんだっけ、なんですか、大沢春さん。そう、お菓子のホームラン王。これもそうだね、お菓子のホームラン王だね。美味しいね。美味しいですよね。あの、買ってよかった。ケーキのあの甘ったるさの嫌いな人でも、はい。なんかあっさりした甘さで、そうなんです、うん、食べやすい食べやすい、うん、はい、アラカンパーニュさん、私が知ってる限りは池袋と目黒の駅にあって、うん、どっかのあそこのでもお昼食べたよ。あそこお昼食べてデザートも食べた、うんうんうん、お昼をランチプラス、うん、なんかデザートに紅茶と、うん、コーヒーとか紅茶と、紅茶とデザートでデザート食べたいいですね。断られなかったらあそこでちょっと撮ってみたいね。そうですね、あの雰囲気も素敵なカフェなんですよ、うん、はい、ちょっと広くてねいいですよね、うん、大好き。私一回ユキーナとデートしたことある。甘いもんいっぱいあるからそれ食べたいね。うん、もう選ぶの迷うんですけどね。じゃあ次回か食べたいの3つあったもんね。あもう早い。ここであのランチメニュー見て。あランチメニューね、うん、私はあのスイーツで迷う。でもあれがいい。水木さんがあのいいって言ってたのに、タルトが美味しそうだった。タルト最高。ラズベリーかなんか乗ってて、そうそう、フルーツタルト最高。美味しいよね。美味しいです。いやもうほんとスイーツは世界を救う、うんうん、というわけで今日は、はい、アラカンパーニュさんのカンパーニュを試食してみました。お近くにある際はちょっと食べてみてください。では皆様も良きスイーツタイムを。ではでは。ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。水谷瑞希でした。